ドイツの世界遺産ケルン大聖堂をバックに登場したのは、ブンデスリーガケルンに移籍した牧野智明。建物が大きいですけど、これだけビッグにならないといけないかなと思います。牧野が向かった先はドイツにある日本料理店。お疲れ様です。すいません。そこに集まっていたのは牧野と同世代の選手たち、ドイツの名門シャルケで活躍する内田篤人、アジアカップでゴールを挙げたオランダフェイフェイフェイフェンロの吉田麻也、みんな集まりましたよね。そして吉田と同じチームのカレン・ロバート、オランダですからね。今年ガンバ大阪から移籍したフィテッセの安田道弘。じゃあとりあえずいよいよ食事会がスタート。この素晴らしい会に、そして日本の皆さんに俺たちがここで頑張ってるってところを見せるためにいい会にしましょう。乾杯。感じがいるんですよ。ところが乾杯って何ですか。クロス。それ言ってもらって、ということでテイク2。いやいいよいいよ、これからのみんなの活躍に勇気と明日ね、なんか希望を持って、そして日本の子供たちに夢を与えよう。プロスプロス。まあ素直には見れないよね、テイク2だから。また人にかとってまずはゴーイングの話題に。あ、そうなの。実際そのゴーイング知っとる、みんな知ってるよ。ありがとうございます。ああ、カメラ人だろ。まあまあまあ、はい、ルフェンス勝負されたじゃない。はいはいはい、そうです。でも俺、上田さんの MC プレイヤー本当頭上がるわ。いい、上田さんが狙ってるかってバレた。何の話だよ、もう5位になるさ。ああいうなんかバラエティー出ることってあんまないよ。そうか。え、だって俺ね、サッカー選手になるって決めた時に、スマスマ出たら引退するって決めてたよ。どんな目標だよ。現在ヨーロッパでプレーする5人、まずは今週チャンピオンズリーグに出場した内田が話題の中心に。いやでもうち頑張ってたよ、チャンピオンズリーグマジで。いや、あれ上行ったらやっぱ変わるね、なんか引こう。めっちゃ老けたね。全然話関係ないじゃないですか、うん、今チャンピオンズリーグの話じゃないですか、うん、だってちょっと待ってよ、23じゃろ、23じゃろ、23じゃろ、25じゃろ、なんぼ。嘘でしょ。嘘でしょ。28年です。マジ知ってるでしょ。うちと、うち88年やんな。うち早生まれなんです。ここで他の4人とは対照的に現在試合出場機会に恵まれていない牧野に厳しいツッコミが。見てよ、めっちゃ前言ったやって、試合出てへんやろ。返事がない。おい、今一歩一歩頑張って前進んどんじゃ。お前知っとるか、お前人間成長するとき何考えてみ、大きな壁にぶち当たるやろ。その前に人間ってジャンプするときしゃがむやろ。しゃがんでジャンプするだろ。俺今しゃがんでこう下に行ってるときやから、今我慢のときなの。こっから今から跳ね上がるの見とけ。わかるか。そう、名前。そうですね、俺もマキノのちょっとテンションついていけんねん。俺結構俺も苦手なタイプやろ。テレビの前と違うもん、うん、テレビの前と普通は。なんかビッグハートとか言ってるけどさ、お前、うん、これ結構ほんまちっちゃい。それ言うか、それ今。話題は海外移籍を決めた理由について。一人ずつさ、それ言ってこい、なんで海外に来たかって。うっしーさ、海外に来た理由ちょっと教えてよ。不思議が欲しかったよね。自分も行っとけばよかったなって思いたくないし。え、そもそもなんですか。やっぱ
海外やりたかった。正直うわ俺海外行きたいけどまだ自信ないなっていうのが3年前ぐらいの俺の気持ちね。ぶっちゃけ海外に行きたくなったのが A 大学に入った時なんよ。2年前、ね、から本当にあ行きたいなと思って。みちはなんで海外来たかったの？いや俺はもうサッカー始めてるから海外で最後はプレーしたいと思ってたもん。海外に行けるんやったらどこでもいいみたいな、どこでもいいみたいな感じ。とりあえず日本は早く出たかったね。だって俺ら同じ時期じゃん移籍。結構さ連絡取り合っとってさ、どうするみたいな、しょ決まらんかったら自分でテストみたいな受けに行くってみたいな言うよ。でそれだけ海外に対して強い思いあったもんね。日本より海外の方が自分合ってるなと思ってたし、 ACL とかで海外の間と試合する方が自分のプレーもできるし、なんかこう日本に収まりたくなかったね。なんでもハマらない今かっこいいと思ってた。俺坂本龍馬が好きやからさ、こうワイルドワイドに世界を見てるっていう。えお前坂本龍馬マジでマジかよ。何もないのかよ。こいつたちはこいつがサッカー選手で夢になって芸能人と付き合いたいと思ってた。それでも確かにそれはあるけど、いやでも理想じゃけんそれ。そうまあでも一番は俺やっぱり子供たちに夢を与えることだと思う。絶対カッコつけた。海外リーグへ渡りそれぞれが感じた日本との違いとは。まあ感じるだろうね。こっちのやつって、ね、やっぱりその結果に対してめっちゃこだわるところがあるじゃん。練習中の紅白戦のゲームの中でゴールを決めるか決めないかってところの、そこもそうなんだけど、俺が一番さらにびっくりしたのが1対1のところで削られた後にもう日本じゃ考えられんような殴こう胸ぐらつかみに行ったりみたいな、殴りに行くみたいな、俺もこれでもかっていうぐらい見てきたんだけど、オランダとか見る練習とか日本に比べたら全然やっぱ激しいです。結構日本と違ってスイッチ入った時の激しさはすごい。こっちの方が、うん、例えばだから最初ボール回しとかでリラックスのゲームして、あーそういうことね、次の練習がポゼッションとかなったら一気に切り替わって球際とかめちゃ激しいやろ、うん、チームにラウールとかおんねんで、フンデラーとかだってウッチーのセンターバックめっちゃ強いだろ。ドイツ最高やで。キーパーどれやよ。まあチームでも周りの選手もだってもう世界の一流やしさ、どうなん紅白戦とかそいつらマークとかしてどうなん、やっぱ違うの、違うなのか。192メートルぐらいあるやつが俺と同じ。192メートルめっちゃでかい。めっちゃでかいやつ。すげえ、すげえ額ぐらい。